いやー、やっとだ、やっと届きましたご存知、橋本でございます。どうも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 、ということでやっとですね、届きました。何が届いたかっていうと、こちらシマのカルカッタコンクエスト BFS XG、23年モデル、ですね。これ3月に頼んでて、ようやく5月に来ました。ということで、今回はこれのレビューっていうのをやっていきたいと思います。ではですね、まず早速ね、やっていきましょう。はい、旧BFS カルカッタのね、 HG っていうのを前使用してました。で、それとの比較っていうのをまずやってみましょう。はい、こちらになります。旧カルカッタコンクエスト BFS と比べますと、このようにね、実際ね、若干コンパクトになってます。で、軽量化が図られて、いる状態になっております。はい。ね、スペックの方はね、ずっと下の方に流しておりました通りになっております。はい。ということで、今回ですね、前は HG ということで、ハイギアを買ってたんですけども、今回 XG、さらにその上のモデルということで、購入しました。なぜね、XG、軽量ベイトフィネスで使うのに XG なのかと言いますと、やはり HG、使っておりまして、最大1回転のね、巻き取り量が68、センチだったんですけども、新しい23年モデルの HG が、71で、今回購入しました XG っていうのが81なんでございます。ということで、どうしてもね、前のモデルのカルカッタ使ってて、だるさがありました。速い軽流、こんな感じのね、軽流っていうか、この流れを攻略するのにできないんですよ。結局、ガーッとシャカリキに巻いてもルアーアクションがかけられない、ぐらい、やはりどうしても、その、巻き取り性能っていうのがね、なかったんで、使えなかった。うん。使えなかったっていう表現はおかしいですけども、まあ、ちょっとだるさを感じてたんですよ。で、今回ね、こっちの XG、実際ね、使用してみました。で、結論から言うと、もう XG 決定。軽量ベイトフィネスをやる方は絶対 XG 決定です。はい。他にね、パスのベイトフィネスだったり、その他の釣りをする方は HG でいいのかなと思うんですけども、絶対絶対 XG 買ってください。失敗しませんので。ということで、最初にもう言っときます。はい。ということで、いざですね、実調の方、行ってみたいと思います。さあ、やっと使えるぞ。XG、実調、行ってみよう。よし、だった。よし、行ってくれた。よしよしよし。ふぅ、綺麗な魚だぜ。はい、一匹目ですね。入魂できました。いいヤマメです。ね。はい。クスジ、やっぱ流れの強いところではね、すごい、ルアーの動きを止めないでね、負けないで引っ張ってくれるぐらいね、これギアハギが高いんで、利点があります。いい魚です。
乗った。うわ、ナイスアイス。ふう、よし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 、いや、ふい、綺麗なヤマメでございます。はい、だだ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 。最悪。はい、刺した。いいて。はい、さようなら。ぶっ刺した、いいて。ぶっ刺した、いいて。はい、ということで ご覧いただきましたように、特にね、一匹目の魚なんですけども、あの魚ね、やはり XG じゃないと取れなかった魚かなと思っております。というのも、やはりHG だった場合、だった時は、あそこの流れで、ルアーにアクションをつけたくても、どうしてもね、巻き取り量が少ないんで、ツイッチを3回かけて、魚をかけたいところを、2.5 回とか、あと 1.5 回っていう形で少なくなって、どうしても、ラインのたわみができてたところを、HG ね、あ、違う。XG ね、これね、たわみない。あの速さを瞬時に巻き取れるっていうのは、すっごいね、今からの渓流シーンにおいて、俺の使う渓流シーンにおいては、メリットがあり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 のすけって感じなのかなと思っております。はい。ということで、今回 XG ね、購入しました。このリール一本で、勝負していこうかなと思っておりますんで、ぜひぜひね、気になる方は、コメント欄の方に、ここのところはどう、こういうところはどうっていうことを、聞いていただければなと思っております。で、巻き取り、ね、HG に変わらず、キャスト性能、それから何ですかね、そのスムーズさっていうのは間違いないんで、ね、ぜひおすすめです。買ってみてください。購入の参考にね、ぜひともなればなと思っております。はい、ということで今回はこちら。カルカッタコンクエスト BFSXG、23年モデル。ようやく到着しましたよ。使いましたよ。こんな感じですよっていうのをお送りいたしました。以上、橋本でございました。最後までご視聴誠にありがとうございました。最高だよ、これ。ほんと。ね。ね。最高。